下、そう、ソラノンの出場公演なんですけど、その前にですね、2回公演があるんですね。皆さん知っていましたか？ 昼公演があるんですよ。知っていましたか？ススキありがとうございます。一緒でありがとうございました。で、こちらこそありがとうございました。で、おへはほらです。2回公演なんですよ。知ってたかな？ススキありがとうございます。お団子ありがとうございます。お団子さんチーム。よろしくお願いします。こんばんは。最近も元気いっぱい働いています。中秋の名月、あ、めっちゃ光り輝いてたね。月がでかかった。昼公演覗いてから仕事行こうかなって。ぜひぜひ。コンヒナわあ、こんばんは。今日何食べた？好きな本は。それ行かなくて、ガレ行くんだろ。何も食べてない。それはないしょ。ないしょ。ないしょ。こんばんは。メグとプリクラ撮って、撮ってなーい。悔しい。ナチョカイありがとう。この前僕隊やったから、なんか逆上がりが久しぶりに感じますね。逆上がりは無事に久しぶりに感じるという不思議ですね。ハートありがとう。お、ハートありがとうございます。いつかな、そのさ、あのさ、このさ、あのさ、さらさ、あ、でも先週の20日なのね。眠そう。今日めっちゃ眠い。昨日寝るの遅かったんです。だから、眠かったんです。です。そう、逆上がりもね、あともう本当にね、片手で数えられるのか、両手で数えられるのかわからないんですけど、もう、指でしか数えられないぐらいの回数になってきたので、ぜひね、目に焼き付けていただきたいのと、やっぱチーム K って言えることも、もう本当にもうね、金輪際ないと思う。皆さんがね、チーム K と叫べるのも、もう本当、今後一生ないと思うので、知らないけど、うん。言う予定がね、あるのかちょっとわかんないんですけど、そういう予定はないので。数回なのかな。まあね、千秋楽がほらさ、もう13って決めて、あと2週間後、3週間後とか、2週間後ですからね、言うて。そう、なんか私は思ったの。ああ、私、コロナ禍の時に、コロナになった時に、2週間閉じ込められてた。2週間ってまあ長いよなって思ったけど、これに関してはさすがに、あ、1週間とか2週間とかはあっという間に感じるよね、正直。正直な話ね。あとありがとうございます。
離れてます。離れてます。そう、ちょうどね、初期段階の時の時は2週間とかね、働いてます。そう、もう作るわいって考えたらさ、ほにゃーってなる。でも、でも、うわ、でも、ああ でも、そうなんですよ。こんばんは。こういうね、もう残りわずかとかいうのは、もう本当にあっという間に過ぎてしまうので、気をつけてください。あっという間に来ますよ、千秋楽の日なんて。武道館もあるけど、武道館とかもあっという間に、あと1ヶ月後にはもう武道館ですからね。それはもう、それは それはもう、それはもうすぐだって、もうあさって10月ってさ、考えたらさ、割と10月とかあっという間に過ぎて、11月が来て、12月が来て、1月になり、2月になって 3月になって、4月になり、5月になって、6月になって、7月になり、8月になって、9月になって、10月になって、11月になって、10月になる。で、また1月 一生ループしてる。これが。すすきありがたい。こうなっちゃうんですよね。正直な話。1年なんてもうさ、あっちゅうまやで、ほんま、あっちゅちょまだべや。たらあねーっていう感じ。良 いお年をって、っていうことになってしまうわけなんですよ。ああ、良いお年をって。こんばんは。待ってる5分は長く感じるんだけどね。そうなんですよね。なんか、ちょっとしたね、待ち時間とかっていうのは、まあ、長く感じてしまうこともある。けど、そのなんかレッスンしてたりとかの1時間はちょっとあっという間だなって。そう、レッスン時間さ、2時間とか取られてる時もあるしさ、3時間とかの時もあるんだけど、のまあ、なんか俺はあっという間に1時間だ、あれまだサビまで行ってないのに1時間だ みたいなこともね、たまにあるんで、正直時計はあんま見ないんですね、レッスンの時とかは。そう 声の2時間も早いね、わかる、早いね。あ、レインボースターありがとうございます。お、あれ
すすき、ありがとうございます。あー、サイリウム。ありがとうございます。ぐりぐりぐるぐる。ぐる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 。そう、まあ、最近はさ、その話はもう変わるんですけど、話はね、パラパラって変わってしまうんですけど、そのアイドルなんかじゃなかったらね、披露がもう始まってるわけじゃないですか。ねね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 って。そう。でる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 で
おー、やばい。うー、やばい。コーヒーな。うわ、やばい。いやすせ。お、すすきありがとうございます。首痛めそうって、あれね、首は痛めないです。痛めるわけ。コーヒーな。コーヒーやばい。緊張る。まあでもね、やるかどうかはちょっとわからないんで。K でやる農家。K でやる農家。やらない農家。どっちなんだい。これだけ頑張ります。頑張ってください。イメトレして。ファイティーン。イメトレしてファイティン。つくつくポンポンピン。ありがとうございます。ボイン。ボイン。すげ、ありがとうございます。ティームケアの。ティームケアの。ノンノンノンチームケアの。ノンノンノン。広がるんでしょう。今度は師匠さんからひな形に変わりました。ありがとうございます。あ、だるまさん、ありがとうございます。おだるま大先生。おだるま、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 おだるま。おだんごも、ありがとうございます。次だと伝えられる初めての切なさ、どうやって隠せばいい。お、おだるまさん、ありがとうございます。1193日ありがとうございます。1493 year 1493 year。 みんなかっけえねって。みんなは早くね、散らせたいですね。そろそろウインナーじゃないっす。インナーではないっす。消したい。髪切りたい。でもこれをさ、なくすってなった時さ、結構まだまだちょっと道のりが長そう。頑張ってさ、切ったんですけれども、まだ意外と伸びてる。もしかして上に伸びてる。切ったはずなんだけど。ね、まあ可愛いんですけどね、インパクトがあって。こういいんですけど、ちょっとね。まあ見慣れたけどね。こう
ある感じは。みんながある感じは見慣れたんですけどね。こんばんは。もしかして上に伸びてたりして あれ切ったはずなんだけど、リバースガールズ、ウニバースね、ウニバガール、そうだ、うわ、耐え方次第。僕と当たった、イエーイ イエーイ、上投げ頑張ってください 上投げ頑張ってください。あ、皆さんね、ウェブロス見てますか？ウィーバー。ウィーバース？ウェバース？ウォーバース？ 何バース？メタバース？ウェバースだよね。絶対ウェバースだよね。ウィーバース？え？ ウェバースね。ハタリアゼウス。ウィーバース。ありがとうございます。これだけ継続であれば頑張ります。頑張って、頑張って、頑張って。まあ、違う種目になったとしても頑張ってください。違う種目になったとしても頑張ってください。ウィって読んでた。じゃあ、ウィだ。ウィーダインゼリーと同じぐらいの。輪投げむずいね、輪投げむずい人もいるし、練習して死ぬほど上手くなった人もいる。からまあ紙一重っすね。はい そう、今日は連投だったんですけど、まあちょっと急ぎだったんでね、急ぎだったんで送りました、リバースに、リバースに。まああれはね、あれであれして、ああなってね、ああであれでいいと思うんですけど、でもなんかみんなね、聞いた感じさ、なんかさ、あれはあれでいいの？ あれは、あれだと、あれよ。あれはあれだと、マジであれよ。そう。みんなね、あれのあれを知らなすぎるよね。あれのあれを知らないよ。だからあれはさ、もうあれなのさ。でもあれはき、ね、あれはあれであれなんで、ちょっとご教授願いたい。ご教授。あれはあれで、そう、あれなんで。
50ミリ。やっぱ、でもあれ決まったよ、ミリは。ミリは決まったよ。こいな、でもあれよね、明日あれでこれであれだからさ、あれなんですよ、あれであれね、あれだ、そう、あれ。してあれでありなしょ。はい、このあれを知りたい方はぜひリバースの DM をね、購入してみてくださいということで。はい、何を言ってるんやこいつって思った人はリバースでお待ちしております。ハートです。こんばんは。でもまあ実際どうかなっていうお話ですよね、正直。まあもうできなくないよねみたいな、そうね。そうや。なんか一人でね、駆け抜けてますけどね、ついてこれてますか？駆け抜けていくスタイルでやらせていただいてるんですけど、大丈夫ですか？ついてきてますか？もう寝ますよ、私。寝ちゃいますよ。いいんですか？ いいんですか？エクボが可愛くて羨ましい。あら。意外とあるんです。これね、はい、寝ます。はい、寝ます。リリーのエクボ好き。無限回収します。 無限回収するん？ほんまに？全部買ってくれんの？全部お求めしてくれるの？全部お求めしてくれるかな？ いいと思う。好き、ありがとうございます。おつもすっすいです。おつもすっすい。ふうふう。まあ皆さん次第っすね。賞味。したら仕事ですかって。はい、公園です。セカギアコーデス。スキャキャコーデス。そうですよ。明日が主要公演が続きます。続きます。こいな。
ありがとうございます。たくさんのススキをありがとうございます。月がね、今日月がねあれなんで、月月があれなんで、月がデカめなんで、月がデカめでやらせてもらってるんだね今のところ。実は私はまだリカーのリハを1個もやってないんですよ。じゃあ一体何のリハをしているのか、うん、あ、鈴木ありがとうございますね。自分も分かりません。自分も一体今日何のリハなんだろうみたいな。なんか別に参加しなくてもいいリハに参加しちゃってるからな暇すぎて、うん、待ち時間待ってなくてさ、なんか自分が別に参加しなくてもいい3日目とかのリハに出てみたりして最近は生きてますね。私は3日目とか1日目とか元気よくやってます。元気よく、誰よりも目いっぱい元気よく踊らせていただいていたりはするんですけど、だるまさんにやったの、どちらからとかでも来てほしかった。いやもう転用場なんで転用場なんでちょっと無理みたいですね、はい、転用場すいません、コンサート転用場なんですいません。なんでリカはね、あの皆さんに来ていただいて目いっぱい楽しんでいただきたいところです。だるまさんありがとうございますって言そうなんですよ、もうね店員がオーバーしててすいません、ちょっと店員から外れてしまったようで、そんなことはないんですけど、まあ今さらっていうか今ね、言ったところで間からはもう入れないよっていう間からはちょっと残念ながら入れませんよっていうことですね。当たり前です、はい、裏で避難所トイレにお願いして無理ですそれ言ってしまった暁にはお前なんで出なかったんってなるんで、それは絶対しないです、うん、出なかったんって鈴木ありがとうございます。あ、ハートあり、鈴木ありがとうございます。ハートありがとうございます。鈴木ハート、鈴木ハート、こんないや暇なんじゃないんですよ私もあのね、コンサートの日は暇じゃないんですよ、私は。ハートありがとうございます。暇じゃないから出れないです。ちなみになんですけど、うん。はぶられたとかではなく、コンサート、はぶられたっていうわけじゃないんですよ、私は。うん。と理由があって、そう、私は留年してしまう。留年の危機なんで。留年の危機に立たされている、もうずっと
まあ、留年しないだろうかって、留年しないだろうかって、ちょうどコンサートがやってる最中に終わると思うんで、コンサート終わった後に行くっていうのは絶対ないですね。申し訳ないですけど。留年何年目ですかって 留年したことないです。はい、ピカピカの1年生やらせてもらってます。申し訳ないんですけど、ピカピカの1年生をやらせていただいてますね。コーヒーなー。すすき、ありがとうございます。あら、すすき、ありがとうございます。急にくまちゃんもありがとうございます。くまちゃんもありがとうございます。友達100人できた。友達はいっぱい。僕友達いっぱい。そう、いろんなね、年代の友達がいるとちょっと、まあ面白いですよね。ということで、今日の配信はね、終わりまーす。自由がカンと聞いたので、決済ちゃんとしまって、絶対決済忘れないこと欲しい。絶対忘れないでね、ピース。ということで、あ、すすきありがとうございます。終わります。また明日なんて言ったりしてみてはいかがですかね。おい、13位達彦さんありがとうございます。12位有栖川さんありがとうございます。10位塩さんありがとうございます。10位5521さんありがとうございます。キーコ太郎さんにやったことあります。8位ゆくみさんにやってます。7位ねずみけんさんにやってます。6位けんたさんにやってます。5位たかばさんにやってます。4位しんごしんごさんにやってます。3位よんだとちろさんにやってます。2位ひろさんにやってます。1位ぶんじゃとちむちろありがとうございました。ということで ねえ、でで今来ました。おー、遅い。 うるさ。もうすごい。 すすきありがとうございます。コーヒーな、お疲れ様、また公園行きます。待ってます。ということで、元気で何より。元気女。それじゃあまた明日劇場公演頑張ります。確かに今は薄い。 やった、共感を得られた、みよ得られた、みよ。それではまた明日、バイバーイ、おやすみなさいんす。